うわっ、あ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 っ、エナジータイムってゲットしたわけですよ。はぁ、俺ちょっと薬入れないとやっていけないから、これ飲むね。ガラナエキス、クエン酸入りって書いてあるから、え？はぁ、うわぁ、疲れたから出てエナジーチャージ。はい、エナジータイム、クエン酸、1分あたり 1400mg 入ってるんだ。あ、やってるんだ、いただきまーす。エナジーが入るね。呼びます。名称炭酸飲料。原材料名加糖ブドウ糖液糖、国内製造ガラナエキス、炭酸酸味料、甘料、コ香料、甘味料、アセスルファム系、アセスルファンカリウムですね、これ。スクラロース、保存料、安息抗酸、NA、ナトリウム、着色料、キー4、キー5、カフェイン、カフェイン入ってる、嬉しい。ナイアシン、グルタミン酸 NA、NA は多分ナトリウムですね。グリシン、アスパラギン酸 NA、アラニン、イソロイシン、フェニルアラニン、メチルヘスペリジン、ビタミン BA、ビタミン B6、B6、トレオニン、内容量 500ml。500ml は、入ってるんだ！賞味期限、キャップに記載。2025年の2月の5日ですね。はい。母親の誕生日ですね、これ。はい。そうやな、ともない、そうね。母親の誕生日、母親の誕生日で、僕の大好きなママ！保存方法、直射日光、高温多湿の場所を避けてください。僕もそうです。僕も賞味期限あって、高温多湿の場所を避けてくださいね。販売者、神奈川県清涼飲料工業協同組合、神奈川県足柄上郡大井町西大井901。どこやねー冷たい。製造者、木村飲料株式会社吉田工場、静岡県、あ、少々言ってる、さっき振ったからだ。静岡県、椿原郡かな、吉田町川尻、1082。どこやねん。はい、そんなエナジータイムでーす。もう一回読みましょうか。もう一回とか続き。開栓後はすぐにお飲みください。開栓後に保管される場合は必ず冷蔵庫に入れてください。常温で放置すると容器が破裂したり、キャップが飛ぶ恐れがあり危険です。ここまで言わなあかんの、企業。そんなことあります？凍らせないでください。内容量が膨張し、容器が破裂する場合があります。直射日光の当たる車内など、高温の場所に長く置かないでください。容器が破損する恐れがあります。振動や衝動を避けてください。うわぁ！すいません。開栓時の紛失、容器破損、密封不良につながります。液色が変化する場合がありますが、品質で問題ありません。黄色いけど、すでに。空容器は投げ捨てないようご協力ください。容器を捨てる際はキャップを外してください。容器のリサイクルにご協力ください。嫌でーす。このまま捨てたいと思います。はい。吹田市は、燃やすゴミにこのまま入れれます。燃えるゴミにペットボトル捨てれます。それは吹田市の焼却量が非常に高性能だということで大丈夫みたいですね。はい。で、お問い合わせお客様相談室、言います。0120-24-4091。あ、これ僕の電話番号なんで、ここにみんな電話してください。受付時間、祝日を除く月から金。祝日？休んでんじゃねえよ！仕事しろよ！木村飲料。お前たちな、仕事しろ！月から金の9時から17時。24時間対応しろ！こんな、美味しいもん作りやがって。美味しいんだよ。栄養表示 100ml あたり 500ml なんだから 500ml の栄養表示しろ。なんでいちいち 100ml かける5しないといけないんだよ。エネルギー 12kcal、 タンパク質 0g、 脂質 0g、 脂質ゼロなんですね。嬉しいですね、これね。はい。炭水化物 3.1g、 炭水化物入ってる。食塩相当量 0.06 と。
クエン酸 280mg ということで、1本あたり1400って言ってるんで、5かけるして、あ、確かに、間違ってないですね。はい、うわー、うまい。はい、今何本いったかな。あ、乳首ドアップですいません。5分17秒前はもうこれで、はい、どうもこんにちは。あ、すいません、最初に言うべき挨拶を最後にしてしまった。終わり。